石津健介は20世紀に活動した日本のファッションデザイナー。バンジャケットの創業者。高度経済成長期にあたる1960年代の日本に登場した男性ファッション、アイビールックの生みの親でメンズファッションの神様と呼ばれた。日本メンズファッション協会最高顧問。岡山県岡山市出身。石津章介は長男、ファーストサマーウイカは総鉄村。 岡山の神問屋の次男として生まれる。岡山市販学校付属小学校から旧生代一、岡山中学を経て、明治大学消化専門部に入学。スポーツ万能であるとともに、流行の先端を行く遊びに長け、明大在学中は、オートバイクラブ、自動車部、航空部などを総部したほか、ローラースケート、乗馬、水上スキーなどにも興じた。また、現在の金額にして、 約40万円程度にもなる背広をあつらえ、当時最先端の流行、風俗を楽しむという学生生活を送った。明大卒業後は、実家の神問屋の経営を引き継ぐ。趣味でグライダーを自生、操縦し、日本軍航空兵の訓練の共感などもしていた。1939年には、祭祀と共に、中華民国、天津の疎開に移住し、 服飾関連の仕事に従事した。太平洋戦争終戦後、米国東海岸の名門大学出身者である、米国兵士の通訳を担当し、伝統を生かした IB ファッションの魅力を学んだ。帰国後は、佐々木営業部勤務を経て、1951年に独立し、大阪市南区に石津商店を設立。 1954年には有限会社版ジャケットに改組し、VAN ブランドを発表する。ネーミングは前衛、先駆を意味するバンガードにちなんでおり、写真評論家の伊藤一平。特にブレザーとボタンダウンシャツをベースとした学生のファッションスタイルをアイビールックとして紹介し、若者のファッション文化に改革をもたらした。さらに銀座にある 三行通りをそれを着た若者で埋め尽くす三行族まで登場した。通説では1964年東京オリンピックの日本選手団の公式ユニフォームをデザインしたと紹介されてきた。しかし、石塚受け持ったのは作業員と用務員のユニフォームで選手団が開会式で着用したブレザー類のデザインを実際に手掛けたのは東京神田の注文紳士服店店主。 も月康幸である。石津事務所が運営している石津健介大百科の年表には2016年9月6日までオリンピック選手ユニフォームデザインと書かれていたが、現在はオリンピックユニフォームデザイン監修になっている。副職研究家によると石津が監修の立場にあったことを裏付ける資料も見つかっていないという。百六十六年から百六十八年には、 産経アトムズの試合ユニフォームをデザインした。また当時、国鉄、警視庁、日本航空、ヤマハなども、石津デザインのユニフォームを採用した。1975年以降、バンジャケットの経営が急速に悪化。丸紅から社長を招聘するなど、商社や素材メーカーへ支援を仰ぐなどしたが、1978年4月6日に、 約500億円の負債を抱えて経営破綻。会社構成法を申請した後の記者会見ではファッションとは流れ移るもの。最近は一人一人の価値観が多様化してきているのに、それを商品化することができなかったとして消費者と取引先に謝罪の弁を述べた。その後はフリーのファッションデザイナーとして活動する傍ら、 衣、食、住のライフスタイルを積極的に提案した。2005年5月24日、肺炎のため、東京都大梅市の病院で死去。93歳ボーファッションに最後までこだわり続け、寝たきりになってもパジャマを着ることを拒絶し、三宅一斉デザインのシャツを着たまま、息を引き取った。VAN ロゴ、字、場所、場合を考慮してという意味でよく用いられる。TPO。 カジュアル、T シャツ、トレーナー、スイングトップ、ステンカラーコート、ヘビーデューティーなどの和製ファッション用語を定着させたのは彼であり、キャンペーンやプレミアムといった業界用語も VAN の企業戦略から生まれたものとされる。現在に至るまで定着している。それらのフレーズの数は500は下らないと言われている。メンズファッションの神様、その存在がなかったら、 日本のファッション界は30年は遅れていたなどとも、言われ、クールビズ、ユニクロ、ちょい悪おやじなどといった、現代ファッションシーンも、その存在抜きには、語ることはできない。バンジャケット本社と、支部、劇場などが置かれた東京、青山通りの一帯は、バンタウンと呼ばれ、腰の純子ら更新デザイナーたちのブランドも、店舗を構え、ファッションの流行発信地として発展する。 ファッションや風俗にとどまらず、時代や文化を作り出したとされ、企画、執筆に直接携わり、音楽、映画、グルメ車といった主要男性誌の構成の原型を作り上げた、メンズクラブなどを通して、現在のカルチャーシーンの基礎を作り上げたとも言われる。1965年には、長男の石津翔介、クロスとしゆき、長谷川元、 林田明喜びの4名で表したファッション誌、テイク・アイビーは、時を経て、欧米のファッション関係者の間で注目されるようになり、2010年に、アメリカ合衆国においてアシット夫人が報者から、英語版が出版され、翌2011年にはオランダ語版と、韓国語版が出版された。ニューヨーク・タイムズは2009年6月17日付の記事で、テイク・アイビーを紹介し、 エイトレジャーオブファッションインスイラース、ファッション関係者の宝と評している。カテゴリー、日本のデザイナーカテゴリー、日本のファッションデザイナー石津健介。ありがとうございます。